11時10分です未来を歩くら新版 PICKONE200 万ユーザーが使っている経済ニュースアプリ NEWSPIX のコラボレーションをしまして未来を読み解くヒントになるような話題をチョイスしてご紹介です今日はですね「離婚経験者に聞いた離婚の理由と大変だったことは何?」という記事にフォーカスします解説してくださるのは NEWSPIX の公式コメンテータープロピッカーの菅野智子さんです。 菅野さんは渋谷理人法律事務所の弁護士さんでいらっしゃいます。各テレビ局のコメンテーターなど。としても、あの活躍されているということで。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。え、まずこの離婚経験者に聞いた、まあ、離,離婚の理由と大変だったことということなんですけれども。はい、そもそもに、離婚っていうのは、日本国内でいうと、増加、もしくは。 減ってるどっちなんでしょう。えっと数としては横ばいなんですよね。それはもう結婚が減っているので、ただ率は上がっていますね。そうか。うそもそも若い人の数が減っているからそか、そうですそうです。結婚の件数は増えてないんだけど、離婚の件数も。まあ横ばいってことは要するに実質的に増えてる離婚率は上がってるっていうことですね。どのぐらいですか。三、まあ、組に一人組ぐらいはもう離婚しているという話が。えー、<laughs> 離婚率三割三分。そうですね。三割程度というふうには言われていますね。離婚しやすい。 年代とかってあるんですかよく熟年離婚とかいろいろありますけどももちろん熟年離婚も増えてはいます増えてはいますけど、はい、やはり一番多いのは三十代前半ぐらいですかねが一番多いですねやはりお子さんもいらっしゃらないというようなこととあ,<ー>あとはやはり女性も働いてる方が多いので<ー>はい、やっぱり働いてる方が離婚しやすいとなりますからねまさに私の世代なんですけどあ気になります まだでですすけど私はそうだよ、ね、そだだもそもま離婚する前に結婚しないとって話もありますけどですね。えー、でもあまりこういう話しちゃうとねなんかあんまり結婚までちょ,、ね、<laughs> ちょっと夢があるみたいない。逆に言えば3分の2は結婚し続けてるわけだからあですん、ね、ということですからね。離婚の原因多いのは何でしょう、うん えっとね、一番、おね、性格の不一致っていうのが一番多いんですけれども。<あ>うん、住んでみたら違ったみたいな。うん、そうですね。やはりそれは一番多いですよね。うん、あとは、あの、不定とかありますけど。最近ご相談で多いのは、やはりモラルハラスメント、モラルハラなんていうのは多いですよね。<え>夫婦間でっていうことです。そうです。そうです。特に多いのは、まあ、夫から妻への、まあ、暴言。とかいうのは、やはり、ですね。うん、まあ、例えば、まあ。 俺の稼ぎで食べてるんじゃないかっていうようなことが言われたりとかそ、ね、うですねそういうことがあったりとかお前の方が稼ぎ少ないじゃないかとか,、まあ、かそういう収入の話をしてきたりとか<ー>、うん、あとは、えー、かなりこう締め付けですよね経済的な締め付けをすることもあるし、うん、あとはすごくこうなんて言うんでしょうね束縛するとか。 あと暴力まではいかなくてる分も物を投げるとかドアバタンとこう閉めてこう威圧的な態度を取るとかねそうういったようなことですよ、ね、それがきっかけでもうちょっとこれはやっていけないなと思う女性の方も多いと思う、うん、そうですねでそういうの長年の積み重ねなので、うん、もう女性がちょっともうそれでだめだなってなっちゃうともうどん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 んもう嫌になってしまってもう生理的にもう受け付けないというレベルになってしまうともうこれは修復不可能なんですよね。うん、例えば 1>, 1回ぐらいの浮気なんかだと、はい、まあこれでもう見落としませんってことになればそれで修復っていうこともしやすいんですけれど、まあ、そういったような性格の不一致とか、うん、そういった普段の暴言とかそういったものっていうのはなかなかもう修復できない。 結婚すると変わる人も多いのかないますねいらっしゃいいるみたいですねそれも付き合ってる時は分からなかったっていうこともありますあと付き合ってる時はまだ一緒に生活したことなくてちょっとそういったことあるかなと思ってもまあ大丈夫だろうとかうあと子供生まれれば変わるかなとか、うん、そういうふうに思ったけどもやっぱりダメだったっていうケースもありますしあと最近はですね特にあの婚活サイトなどで知り合って、はいうん もうほとんど二ヶ月三ヶ月で結婚してしま、はい、結婚したら実はこういう人だったなんていうケースもありますね。ほとんど同性経験もないままにみたいな。うん、あの実はあの結婚しても結局同居期間が全くないまだももしくはほとんどないまま結婚っていうか結婚してからもそういうケースでもうそれで離婚。 え、一緒に住まないまま, <laughs> まま。離婚っていうこともあります。それ結婚してたって言うと。<laughs> 一応席は入れてる、まあまあね。法律上はね。ねで,ですけれども、ね、そういうケースもなくはないです。最近ありますね。ねただのバッテンコレクターみたいな感じになってますけれども。えそうですか、ね。でも、あの、今の、あの、モラハラの話もありましたけど、うん、男性側から。離婚を切り出す場合って、何が原因が多いんですか。男性側からはですね、やはり。 男性の場合は女性と違って女性の妻の不貞というものがね許せないことが多いんですよねあ回何でもあるともうダメ<ー>離婚するっていうことがあるんですよ逆に言うと女性の場合は 正直申し上げると女性問題一回歩くぐらいだとまあ一回は許そうかなっていう方が実は多いんです。意外と多いんです。意外とです。一回だけでも離婚ですっていう方意外と少ない。男性の場合は逆ですね。もう一回でもあるとダメっていうケースはありますね。あとは家事の放棄とか。意外と今家事の放棄。あ、女性が家事をやらないんで、そんじゃあ一緒にいられたいなと思う男性が多いうのは多いですね。ええ、なるほど。夢が広がってきたね。夢が。 <laughs> なんかどうしたらいいんだろうっていう感じなんですけど <laughs> ね。ただこう離婚するってその大変だったこところは何っていうのが今回のまあそのニュースの記事なんですけど、やっぱ何が大変なんですかね、離婚って。 本当にね、あの結婚の3倍労力がいるといいますけれども、やはり精神的な負担って大きいんですよね、まあうん、もちろん前向きな離婚であったとしても、やはりその人の人生のうちで、多分一大イベントって言ったら変ですけれども、まあ最悪な時のイベント、ね、ういうことなので、でね、精神的な負担は大きいんですよね。うん、であと お金の問題とかお子さんいらっしゃる方は特にね親権どうするかとか、はい、決めなきゃいけない決めなきゃいけないこといっぱいありますし家のローンを払ってて家はどっちが持ってどうするのかとかね <laughs> それ大きいんですよ不動産がある場合不動産ある場合一万代ね,ね,ね財産分与どうするのかとかね,ねいろいろありますけどね、うん、それですごく労力を使ってしまうということですよね仕事上のキャリアにも関わってくる場合もあるんじゃないですか働いてるね女性も増えてきましたから、ね、そうですねまずそういったような精神面で非常に 実はもう休職されるくらいもう精神的にダメージを受けくる方もいらっしゃいま<あ>すし、ね、仕事する気持ちにもなれなくなってしまうすいうででよくカウンセリングとか心療内科とか通う方も、うん、まあ女性で男性に問わずいらっしゃいますし。あと、まあ、例えばそのふて な原因の場合に、うん、まあこれで実は何千万のキャリアを捨てた方も私ちょっと見てますいらっしゃいますね、うん、要するにその不定がこじれてしまって会社が知るところになりと、えー、いうようなこともありますのでかなりキャリアにも結構支障が出るケースも ありますよ見てるとね<え>どうしたらいいんですかね <laughs> どうしたらいい, <laughs> らい,いそれは不定をしなきゃいけない状になっちゃうのであのそこそうですよねあさっきの話でいうと、ね、やっぱ子供がいるとやっぱり離婚を思い戸まることが多い、ね、うんそういう方も最近は以前よりは少ないですけれどもやっぱりどうしてもお子さんがいらっしゃるかいらっしゃらないかっていうのは大きいところだとは思います、うん、ただやっぱりあのー 両親が揃ってさえいればいいというわけではないという考え方がだんだん増えてきていがみ合ってとかあ,あ,あと家の中でもメールだけで、はい、LINE だけでやり取りなんていう夫婦もいるわけですよ。えー、<laughs> そうそういうそういう環境にでお子さんを育てるよりはもういっそ離婚してしまってもう親が生き生きしている方が、うん <laughs> まあ、子供にとってもいいということも よくあるのでそこ <laughs> は考えた方がいいと思います、ね、<laughs> そうですね今お風呂入っていいかないや今ダメ三十 <laughs> 分後みたいなやりとり本当に本当にみな一言あそうです全部あのやりとり全部ラインですっていう方結構いらっしゃいますよ本当ですかええええ まあ夫婦の時間があまりにも長くなると喧嘩の原因になるという場合もあるかもしれませんけど、<laughs> あまりにもそれもね。<laughs> うん、かそういう中でお子さんがいるといえば、お子さんも気,、うん、気を使うので、気を使うので、それですよね。ねね子供にとってはやっぱり親が元気で生き生きしてないと、子供も。<laughs> あの幸せじゃないですからね。ね。うん、なんかあの今聞いてて、まあ私も含めて身に詰まる思いの方もたくさんいらっしゃると思うんですけど。<laughs> あのこれ離婚しないために、何かこう、まあ。 弁護士的な視点でっていうことになるとは思うんですけど、うん、こう心がけるべきこととか、うんはい、まあ不定するなとか当たり前なんですけど具体的にはね私はやっぱりこの「いつもありがとう」感謝とかあと謝罪あの謝るとかそういった素直な言葉というのは絶対書ける、ね、っていうことを忘れないっていうのは大事だと思うんですよ。うん、でそれ行きつくつのは何かっていうとおそらくね 私がまあいろいろ見てと思うのはとにかく赤の他人なんだということを意識することだと思います、まあの、うん、子供親子とは違って,血は繋がってう親子と違って他人なんですよねしかも20年30年全然違う環境で生きてきた他人なわけですよでそれをいつも意識していればやっぱり感謝の気持ちが、うん、あ,ありがとうが当たり前に感謝が当たり前にならない 本当にしてもらったらありがとうっていう素直に出てくるし悪かったら謝るっていうことが自然にできると思うんですよねあと期待しすぎないことができる <laughs> お互いにねにね<や>、こうだったのに言わなくてもこんなのわかるじゃないってわかんないわけですよやっぱり他人ですからちょっと質問変えていいですか <laughs>、はい、あの離婚しようと思って相談に来たんだけど、はい、思いとどまった<あ>その理由は、はい、多いのは何ですかそうですねやっぱり迷ってらっしゃってまあ あの離婚はいつでもできますよとでも全然まだ話し合いをしていないんですっていう方の場合にうん、うん、もし話し合いの余地ができるんだれば一回はしてみたらいかがですか、うん、あとはあのー、ちょっと今少しだけなんか一緒にいるのがきついちょっと一緒にいるとつい衝突してしまって、うん、じゃあまずちょっと別居して様子を見られたらいかがですか、うん、でそれですぐに離婚は思いとどまるということはあります。なるほどね、うん、どう夢広がってきたでしょう <laughs> し<ー> <laughs> <ー> <laughs> 気を付けよいろいろとありがとうと思います。いやいやまあまあでも感謝の気持ちは大事ですね。大事ですね。はい。ね、ええー、神戸さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、離婚経験者に聞いた離婚の理由と大変だったことは何というニュース気になった方は、はい、ニュースピックスのサイトにある神戸さんのページをチェックしてください。以上夢広がるピックワンでした。